はい、今回は、シフトからズールスピンして立ち上がったら、まあ簡単に言うとしゃがんでチェアに行く、ちょっとこの流れをぜひやってもらいたいと思います。はい、それではまずシフトのやり方を簡単に説明しますね。まあ、見たことあると思うんですけど、これですね、蹴り上げて戻すまで、蹴り上げて戻すまでをちょっと今回シフトとして考えてもらって、まあ、やり方としては右足でも左足でも自分の蹴り上げる足、右足でも左足でも自分の、まあ、やりやすい方で挑戦してもらって、まあ、イメージとしては足をしっかり自分の体の方に寄せる、まあ、横から見せると顔の前までグッて寄せてきて、こういう感じですね。で、手のつき方は、まあ、イメージとしてはこう普通に座ってる状態で後ろにこう倒れた時って手自然につくと思うんですよ。こうやってバンって、このイメージでほぼほぼ大丈夫です。自然に後ろに倒れた時に手がつくところが、まあその人に合った距離感というか、一番倒れないところで手をついてるんで、それぐらいの感覚でいいです。で、手のついた時、この時の、まあ手の使い方というか、少しだけ意識してほしいのは、まあクッションで戻すんで、手がピーンって伸びちゃってると固まっちゃって戻れないんで、手ついた時は少し両腕がこう、ちょっと曲がってるぐらい、こう曲がってるぐらい。だから肩がちょっとクイッて上がる、自然と。こういう感じ。蹴り上げた時にこう上がってるイメージ。なので、後ろに倒れた時は、肘が軽く曲がった状態で、足を蹴り上げてる感じ。で、最初に言ったように足は、自分の顔の方にしっかり寄せてあげる。で、寄せた反動をうまく利用して、足を戻すと同時ぐらいに、さっき言った曲げてる、肘の勢いをうまく利用して体を戻すイメージ。で、とりあえず最初は戻した時に、まあ、蹴り上げた足と逆の足、簡単に言うと今回は右足上げるんで左足が前に来るようにちょっと戻る練習してもらえると、シフトから戻る、シフトから戻るっていうのを、まあ、ちょっと覚えやすいかなと思うので、まずそこからシフト苦手だったらやってみてください。はい、ズールスピンして立ち上がって、まあチェアまで行くって感じですね。じゃあ途中でチェア行く前の動きのことをなんかかっこよくスイッチバックダウンみたいな、もう単純に切り返してしゃがんでってイメージね、しゃがむみたいな、切り返してしゃがむみたいな感じ。ではこれをまあ英語にしてるだけなんで、もう簡単に言うと立った状態から体を切り返して、こう立った状態から体を切り返してしゃがんでチェアに行くよっていう、まあこのことなんで、まあ最後はズールスピンから立ち上がってチェア行くだけです。まあ今回はそのシフトからズールスピンして立ち上がってチェアまで行く、これをちょっと覚えてみてください。はい、それでは今言った、シフトからチェアまでの動きをうまく活用して、ちょっと簡単な振りを取り入れるんで、ちょっと最後までつなげてみて、ちょっと練習してみてください。では最初、ゆっくりカウントで1個ずつ説明していきます。はい。まず、ワンで右足を左足にかける。右足を左足かける。かけたら右にスライドするイメージ。スライドしたら左足を前まで持ってきたら、そのまんまターンして正面。はい。正面に向いたら、左に向かって右足をキック。キックね。キック。キックしたらそのままアップロックでキック引いてシャーン。はい。
アップロックでしゃがんだら、右足を上に振りながら体を飛ばしてあげて、振った足から着地、まあ、右足を振って右足で着地します。着地したら左足一歩前、一歩前踏み出したら右足をクロスしてターンして正面に向く。はい、ちょっとここまでゆっくりつなげますね。最初足をかけて広げる、足をクロスして前を置いたらターンして正面向きます。正面向いたら左に向かってアップロックでしゃがんだら、右足振りながら飛ばして着地。はい、着地したら左足前、左足前を置いたらまたクロスしてターンして正面、こんな感じになりますね。はい、正面向きました。正面向いたらここでトップロック、ワンツースリーフォー、トップロックを2回踏んだら、右足を左に外に蹴り出すようなイメージ。この時足だけだと寂しいんで、目線をちゃんと足の方向けてあげて、まあ、これシルエットもかっこよく見せる。蹴ったら戻していく。これフットワークの周りが反時計回りの人は右足を蹴って広げる、時計回りの人は左足を蹴って広げてみてください。はい、広げたら今度そのまま膝をついて足抜きします。はい、でこれもさっき言った通り、時計回りの人が左足蹴って着地したら左膝ついて足抜きをしてください。はい、はい、抜きました。ここまで来たら一周7歩、7歩で一周回ります。1、2、3、4、5、6、7、まあ、基本6歩の流れと途中まで一緒ですね。1、2、3、4まで6歩と一緒です。ここで右足を1歩前に入れてあげて、あとは蹴り出して戻す。これで7歩になります。はい、7歩抜いたら右足で右回り、逆回りの人は左足で左回りをしてください。で正面向きます。はい、正面に向いたら、向いた勢いで軽く飛ぶ、まあ、要はターンして着地した勢いで軽く飛んで着地してあげる。はい、着地したら右足を後ろ、右足を後ろ。でここまでの動きもさっき言ったように、フットワーク逆回りの人はもうここも全部、逆でやってもらえると分かりやすいかな。この時だから左足になりますね。この状態から左足を回してきて蹴り出す、蹴り出す時に右足を寄せる。この状態から右回して蹴り出す。はい、まあ、横で見せると右足を置いて左足回して蹴り出す、こういう状態から右を置いて蹴り出す、こういう感じになります。はい、で蹴り出しました。したら最初に言ってるシフトに行けるんで、このまま蹴り出した状態からシフト行ってあげる。はい、シフトしたら体を戻してあげて、ズールスピンで一周二周回って立つ。はい、立ったら最後、最初に言った切り返してしゃがんでチェア、立ったら切り返してしゃがんでチェア、立つ、バッ、ここまでになります。ぜひつなげて挑戦してみてください。